こんにちは。今日はこのガジュマルのお話をします。人参ガジュマルなんて名前で売られています。こんな形ですね。ものすごく人気があります。ですけどこのガジュマル、自然界ではこんな形には実はならないんですね。なんでこんな形なのかという秘密というか、そんなお話をしたいと思うんですけれど、というのはですね、お店で、買っていただいたお客さんが、うまく育って、でどんどん大きくなってきた。葉っぱも、枝もいっぱい伸びて、でこのあと、植え替えてここをもっと大きくしたいっていうお客さんがすごく多くてですね、そこら辺のお話、ちょっと実は多少、心が痛むまではいかないんですけれど、ちょっと真相を言っておかないと、なんでこんな形なのかということを、売ってる側が正直に言っておかないと、きっとずっと誤解される方もいらっしゃるかなと思います。この形ですね、実は人間がこの形に作っているんですね。わざわざ、ですから自然界ではこの形にならなくって、かわいいと思う形に仕上げているというものです。でそういう商品なわけです。このガジュマルというのはもう沖縄なんかでも植物生えていますので、有名ですけれど、実際に自然に育ちますとこんな形には実はなりません。こんな根っこ、これ根っこなんですけど、こんな形になるのはしているんですね、わざわざ。どういうことかと言いますと、実は実生と言いまして、種まきをして芽が出てきたものを実生と言います。実は果実の実ですね。その実を、要するに種をまいて出てきたものが実生苗と言います。その実生苗がですね、こういうふうに、これ地面ですね、土のところから、芽が出てきて、で葉っぱが、出ます。それからこの地面のところすれすれぐらいから下ですね、がぷくって膨れます。これは実生苗の特徴なんですね。ですから後から説明しますけど、挿し木ではこうは膨れません。でこういうふうにぷくっと膨れまして、ある程度膨れたものを掘り上げまして、こうやって掘り上げます。地面から掘り上げました。で掘り上げた時に、ここからもいっぱい根っこがこうやって出てるんですね。さつまいもみたいですけど、本当にさつまいもみたいな感じですね。この掘り上げたものを、こういう根っこなんかはきれいに切り取って、切り取って、それでここの葉っぱの上のところ、ここですね、この幹の上のところも切り取ってしまいます。でこんなもんが、元ですね。こういうふうになってます。でそれをですね、今度は土にもう一回植えるんです。こういうふうに土に植えます。でその植えた時にちょんってこう先っぽが刺さる程度に植えます。そうしますとこんな形になります。ということは、こんな形にわざわざこう根っこを上げて、地面の中にいた根っこを掘り上げて
で植えます、ですので値上がりなんていうふうに、この形を言う場合もあります。ですからもうこの時点ですでにちょっと人工です。はい、その後ですね、このまま置いときますと、ガジュマルっていうのはとても強い植物ですので、ここからまたピューッと枝が出てきまして、はい、でこうやって、はい、こうやって育ってきます。はい、その姿がこの姿です。ですけれどもう一つこの商品に関して言いますと、というのはこの商品は最近ものすごく一番人気のある商品でして、どういうことかと言いますと、ぐぐ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 と近づけますと、ここわかりますかね、ここに接ぎ木してあります。はい、これ接ぎ木です。ここピュッとこう切り込み入れて、でこの葉っぱが出てる茎が刺さってますよね。ちょっと分かりにくいかな、刺さってますね、刺さってますね。こうすれば分かりますかね。はい、ということはわざわざ挿し木をしています。はい、なぜこうわざわざ挿し木をしているかと言いますと、この挿し木をしているものはこの下の普通のガジュマルとは違ってパンダガジュマルなんて流通名で、売られているもので、葉っぱが丸いですよね。ものすごく人気あります。かわいいっていうことで、とても人気があるパンダガジュマル、これ突然変異で、突然というか、まあ、栽培している中で、突然変異でこういう丸い葉っぱでき、いっぱい丸い葉っぱが出る率の高い枝をこうやって増やしまして、それでパンダガジュマルというふうに名前付けられて売られています。すごく人気があります。で可愛いんで、ここのところに刺してまで、わざわざ継いだ方が人気があるので、それでまあこういう商品にわざわざ仕上げています。ですからね、実際には育ててますと、これわかりますかね、この葉っぱ、この葉っぱはほらわかりますか、こうついでるわけではなくって、上切ってる下から出てますね、下から出てます。ということはこの根っこの葉っぱが出てます。ということは、この株に関してはパンダガジュマルと、それからこの根っこの持ち主のこのガジュマル、普通のガジュマルですね、これが同居していることになります。ちょっとすごく人工的すぎますかね。ちょっとフランケンシュタインみたいな感じ、継ぎはぎみたいな感じに取る方もいらっしゃいますけれど、それをまあどう取るかっていうのはやはり人によってどう感じるかっていうのが違いますもんで、ただこの形というのがものすごく人気があって、ものすごくよく売れています。ですので、まあいいか悪いかっていう話で言うと、その人工のものあまりにも人工的すぎるじゃないかっていうふうに取る人もいらっしゃるんで、言っておきますと、この手法というのは実は日本では昔から盆栽の手法で使われている手法です。ですからこの値上がりという、手法も、なんていうんですかね、岩場で風に耐えながらこう枯れそうで枯れなくて、もう岩にしがみつきながらも生きているという木の雰囲気を出すために、わざわざそういう風な形に仕上げるという手法がもともと日本のその盆栽の方の世界ではあります。
で、日本人っていうのはそういう意味ではもともと、その自然の風に耐えた姿とかそういうのをめでる性質がありますので、それを、手法をうまく利用して作ったのがこの形だというふうに、まあちょっと言い訳めいて聞こえるかなとは思いますが、そういう感じです、ですからなんかこのこういう感じのものって日本人元から好きなんじゃないかなと思います。ですからこの根元がプクッとして膨れてる他の植物も結構日本人もともと好きですね。ですから、まあ、この形、まああまりにも人工的すぎると言われるかもしれませんけれど、盆栽では昔からやってまして、私も岩漬けなんかでこういう形を作ってたこともあります。でやはりすごく人気があるので、今はこの商品というのはいつも私が花市場で物を仕入れてるんですけど、その花市場のこれを担当していらっしゃる荒木さんという方に聞いたんですが、もともとこれ出荷するのはまあ日本人なんですけれど、それまでに中国でもうほとんど、種をまいてこの形にして、ここまでの形に仕上げた状態で、その代わり土はもうピートモスっていうものにこう刺さった状態で、土はもうつけて輸入することできませんので、だからピートモスに刺さった状態で日本に輸入してくると。ですからほとんどもうこの状態にした状態で中国で仕上げまして日本へ輸入している。でその後綺麗な、形に仕上げて出荷されているということだそうです。ですから、こういう形で仕上げて日本の気候にすっかり慣れて、出荷されてますので、育っていく分には何の、支障もありません。お家で育てる場合、これが可愛いと思っていただけるんであれば、そうしたらできるだけ実は日光が好きな植物です。とは言いましてもね、冬に家の中に入れなければいけないんです。これは温度の問題ですので、やはり15度以下ぐらいになりますとちょっと葉っぱが元気なくなってきて黄色くパラパラ落ちたりしますので、そういうことを考えますと、本当は春から秋の遅くまで外で育ててる方がしっかりした形になるんですけれど、でも実際には冬に家の中に入れなければいけないということを考えますと、私は、そうですね、家の中の窓越しの日がよく当たるところに置いておくのが一番じゃないかなというふうに思います。日光不足になりますと、こうちょっとさすがのパンダガジュマルもキュッと詰まった感じではなくてビヨヨンと伸びた感じになります。ですからちょっとそのだらしない姿になるのが嫌なのと、それから外で育ててて家の中に入れた場合、日光の当たる度合いが違うようになりますので、どうしても冬にバラ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 葉っぱが落ちたりします。それを考えますと、一年中あんまり場所を動かさずに住むようなそういう場所を家の中で見つけて、そこでずっと置いておく方が安全ではないかなと思います。入れたり出したりでもあまり環境の変化がないような管理ができるんであれば、もうそれはもう大丈夫だと思います。一概にはダメだとは言えませんけれど、はい、そういう場所を見つけるということがまず一番ですね。それからですね、水やりです。水やりは土が乾く
というよりは乾きかけたらお水をやってもらうということです。まあね、実は皆さん買った時はこの土がですね、このピートモス、先ほど言いました中国から日本へ入ってきた時にピートモスに入ってますので、そのピートモスを多いめにして、だからあまりその土の性質を、まあ、180度全部変えてしまうっていうのではちょっと怖いので、ですからピートモスを多いめにした土に植わっています。で、まあ、日本でちゃんと育てて出荷しているわけですけれど、ピートモスが多いめということは、ピートモスって乾きすぎると今度水を弾いてしまいます。ですから完全に乾かしてしまいますと、いくら水をやってもなかなか水吸わないという環境に陥ってしまいます。それちょっと怖いです。ですけれど、だからといって一生懸命水をやりすぎる、特に冬ですね、水をどんどんやっていつもここが濡れている状態というのも根腐れを起こしてしまいます。でよくお店にこれちょっと葉っぱがダメ、取れてしまってダメになりかけてるんだけどって持ち込まれる場合は、まず日光不足が一番なのと、それからその次に、冬に多分水をやりすぎてるんだと思うんですけれど、根腐れを起こしかけた状態で葉っぱが黄色くポロ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 落ちてきて、それで持ち込んでこられるという方が圧倒的に多いです。ですからそうなると日光不足の場合はちょっとこうひょろひょろっと伸びたものをちょきちょきっとこう葉、まあ、枝を切ってですね、でこの枝の途中から新しい枝を出させる、まあ、その際に葉っぱが1枚もないのはダメです。ですから葉っぱが1枚もない状態まで置いとくのはもうほとんど助かりませんので、ですからそれはもう論外ですけれど、葉っぱが残ってる段階で上チョキッチョキッと切って、それで脇芽を出させてもう一回仕立て直しをするというような方がうまく綺麗に形が早く整いますので、そういうふうにしてもらう方がいいです。それからですね、よくおっしゃるのがもっと大きくしたい、ここももっと大きくしたい、ここですね、これに関してはもう、はい、絶対無理、絶対というとちょっと語弊がありますけど、これはこの掘り上げてこうちょんとこう刺した段階でですね、もうこの大きさって決まってしまってますので、ですからこれをもっと太くしたり、もっとこのスケールをこの根っこのとこ大きくしたりっていうのはもう絶対無理なんですね。絶対かって言われると、ほぼ絶対っていう感じなんです。ですから、残念ながらこれはもうこれ以上大きくならないですので、これの枝がビューッと大きく大きく育つことはもちろん可能性はありますというか、大きくなります、元気に育てていれば、はい、ですけれどバランスを考えてこのバランスを維持したいというんであれば、伸びた分だけまた切って脇芽を出させてということをずっと永遠に繰り返さないと、なかなかこの形っていうのを維持できないんですね。だからね、ちょっと難しいですね。これを大きく育てたいんであれば、ここのこの根っこの面白い形のこのことはちょっと置いておいてというか、切り替えて、これはもういずれ気にならなくなるぐらい大きくなりますよということで、大きくしたいというんでしたら、これはもう忘れてください。一本の木として、また育ててもらうということで、この根上がりの状態で、
バランスよく育てるんであれば枝を切って脇芽を出させるということで、育てていっていただきたいということです。それからもう何十年もそれで育てていけば、絶対ダメってことはないんですけれど、いずれはここのところから出てくる芽と、それからやっぱりこうついでますのでね、ここついでますんでね、まあ私の経験ではこのついでるところがねダメになってしまう可能性が高いんですよね。ですからこの本体から出てるもんをちゃんと育ててあげる方がいいかなというふうに思います。そしたらパンダガジュマルはどうなのって思われるでしょうけれど、パンダガジュマルは、切ったものを別の土に刺す、そうするとまたそれは一個の個体として生きていきますので、また別の鉢で生き延びていただくということだと思います。はい、その場合は挿し木ということですね。はい、で挿し木をしますと残念ながら根元は膨れませんので、これにはなりません。なかなかね、そうそう人間の思うようにはいかないということですね。ですからこの姿が気に入って飼われたら、この姿をできるだけ長い間維持していただくということで、お部屋の中でよく窓越しの日に当てて育ててもらう。ただし窓越しの日が当たるところというのは冬は結構寒くなりますので、あまり冷えすぎないような、カーテンを挟むであるとか、特に夜間ですね、寒さは気をつけていただきたい。で、慣らせば結構耐陰性っていうのは高くなりますので、暗いところでも渋々ですが頑張ってくれます。ですからそういう場所を見つけておいて、そこで管理をしていただくということで、この人参ガジュマル、人参というのはですね、朝鮮人参の形に似ているので人参ガジュマルというふうに、言われています。ですので、とにかくこの形を維持するというのが一番王道の育て方かなと思います。継ぎはぎだらけと言われたらそうかもしれませんけれど、でも盆栽のように、自然感を表すという意味で、ちょっと人間の勝手ですけれど工作をしたということで、ご理解いただけたらというふうに思います。